まあ俺の場合事の成り行きっつうかそんなとこだ。本当の目的はあいつとは別のとこにある。自分のやりてえことをやろうとしてる。チームワークって本当何なの？助け合ってかばい合ってやそれでいいのか？そういうやつもいるけどな。誰が俺にはごまかしてるようにしか思えねえ。それぞれが自分のできることを死ぬ気でやって。俺はやったぞ。次はてめえの番だ。できなきゃぶっ殺すくらいの気合があって、初めてチームワークっていうのが成立するんじゃねえか。そう考えるとよ、仲間って言っても別に一匹狼でもいいんじゃねえのか。俺はそう思うぜ。ここにかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。もう一度だけ走りたいんだ。この一味は手焼くぞ。こいつらまさか、ネタなんてとんでもない。大津が立ち上がった瞬間に芸的な準備を始めてたんだ。あいつらやることなすこと面白いね。結果あいつらが死のうが生きようが、過去数百年誰一人できなかったことに、この事件に世界中が驚くことになる。この戦いが終わったら、あの麦わら小僧の名は全世界に轟くよ。あなたたちってすごいわ。リトルガーデンの時からそう思ってた。どうしてそんなにまで仲間を信じることができるの？